医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルようこそ。こんにちは、川村慎也です。 LINE をですね、医院経営に生かすということで、前回ですね、 LINE の診察券を使って受付周りの流れをですね、スムーズにこう一本化したという動画をご覧いただいたかと思うんですけれども、それの第2弾的な扱いの動画になります。今回お邪魔したのはですね、大阪市東淀川区の U メディカルクリニックさんというところで、こちらですね、 LINE の公式サイトを作りで、診察券もですね、 LINE の QR コードで診察券をしているんですけれども、こちらですね、公式サイトの方も結構うまく活用してまして、定期的にお知らせなどを配信したり、それから患者さんの啓蒙活動としての自費の治療につながったりなど、まあ、その辺の配信の妙みたいなものもいろいろこう試行錯誤をしています。昨年2023年の8月に導入して、だいたい半年くらいなんですけれども、もう登録者が5000人を超えるというところ、先に言ってしまいますと、まず入れるという時にスタッフさんの反対に合ってると、これ以上仕事増やさんでくれみたいな感じのも含めてなんですけれども、でいざスタートしたらもう患者さん溢れてる中で、どうやってその LINE の診察券を入れてもらったかみたいなところの苦労話をですね、事務長さんに直接聞いてますので、そのあたりすごく参考にしていただけるんじゃないかなというふうに思います。でインタビューの後にですね、最後に私が配信のところどのようにな情報配信がいいのか、何回ぐらい送ればいいのか、それをですね、今回このクリニックさんをご紹介していただいたオペクラという LINE の診察券の仕組みを作っていらっしゃるホープさんのデータをですね、ちょっとお預かりしてですね、ちょっと解説もしたいなというふうに思いますので、ぜひ最後までご覧いただければというふうに思います。まずはですね、 U メディカルクリニックさんのインタビューからどうぞ。はい、今ですね、私、大阪にあります U メディカルクリニックさんに、お邪魔をしておりまして、お隣にいらっしゃるのが事務長の高澤さんになります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。高澤さん、早速なんですけれども、はい、この U メディカルクリニックさん、どういうクリニックだかを教えていただいてよろしいでしょうか。はい、大阪市東淀川区の方針にございます。阪急の上新庄駅から徒歩10分ほどのところにあります、うん、あのクリニックです。診療科目だとどういったところになるんですかね。はい、ご診療科ございまして、うん、内科、皮膚科、整形外科、内科も一般内科と消化器内科と、あとは週2日ほどなんですけれども、脳神経外科もございます。なるほど。でその5科をやってらっしゃるということで、はいはい、じゃあいろんなニーズの患者さんがいらっしゃるということなんですね。はい、ちなみに1日どれくらいいらっしゃる感じなんですかね。そうですね、今一番多い時で300人ほど。300、はい、なるほど。お越しいただいております。そうか、300で、はい、何診ぐらいの感じでやられてるんですかね。一番多い時がその5診療科、5診察室すべて動きます、はい、フル稼働みたいな感じになるわけですね。はいはい、まあ、そうするとやっぱり効率化っていうところは絶対避けられないのかなと思うんですけれども、はい、今日はまあ LINE の診察券を軸にいろいろ効率化されたっていうところをお伺いしたいなと思いますが、ちょっとどんな風に受付で使ってらっしゃるのかっていうのをちょっとこの後デモンストレーションさせていただきますので、まずそちらからご覧いただければと思います。それではですね、高澤事務長に、LINE の診察券を使った、まあ、チェックインというところちょっと一通り見せていただこうと思うんですけれども、まず、まあ、診察券、患者さん来ましたら、これ今携帯見せていただいてますけど、 LINE の公式サイト U メディカルクリニックさんのがあって、診察券というところをタップすると診察券のバーコードがあるという感じで、これ事務長、同じ端末で家族のも出せるような機能にされてるんですよね。はい、そうです。で家族のがあるとすると、ここに今テスト花子さんの診察券ということでありましたけれども、でこれテスト花子さんっていうのを押すとですね、こっちがテスト花子さん、患者の家族っていうところで、まあ1台のもので できるということですけれども、結構この家族も一緒にっていうのニーズあったりされるんですかね。はい、登録していただいている患者様からはとても喜ばれておりまして。なるほど。導入当初からやはりご家族様の診察券も一つのスマホで管理できますっていうところはご説明させていただいてたんです。でうちの診療の科目たくさんあるんですけども、はい、皮膚科とか整形外科とかは2歳ぐらいの小さなお子様から赤ちゃんも 見させていただきますし、であと3階の方にはデイサービスみたいなものもしてますので、はい、デイケアなんですけれども、うんうんうん、こちらの高齢の患者様もいらっしゃいますから、一つの端末で
管理できるっていうところはとても喜ばれています。じゃあ結構使う方もたくさんいるような感じなんですね。そうですね、はい、はい、ここにも掲示されてますけど LINE 診察券、これ入れたのはいつになるんですかね。去年の8月ですね、はいはい、で今は2月に撮影してますので、はい、まあ、大体半年くらい経った状態と、はい、いうことなんですけど、はいはい、今これ登録している人使ってる人ってどれくらいいらっしゃるんですか。5000人を超えてきております。5000人、はい、お友達登録が5000人、はい、5000人だと結構な割合だなと思うんですけれども、はい、今どうですかね。この紙も一応使えない方のためにまあ紙もご準備されてるって先ほどお伺いしたんですけれども、はい、LINE でやってる方の割合ってどれくらいな感じですか。もうほとんど LINE 診察券を使っていただいている状況です、はいはい、カードタイプの診察券ももちろん、うんうん、あのご要望があればお使いいただいているんですけれども、はいはい、ほとんど管理せずに LINE でできています、はい、ほとんどっていうと8、9割みたいなイメージ。そうですね、9割ぐらいはもう診察券 LINE で登録いただいていると思います。なるほど、はい、そうか、9割だと全然効率化されてるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、ちょっとチェックインをしていこうと思うんですけれども、まあ、ここ受付のところ来ましたってなるとこちらですね、こちらに LINE のバーコードをピッとかざすと、お、早い。で、そうすると次にどういう流れになるんでしょうか。何か受診されますか。あ、なるほど、何かを受診するかを、まあ、聞いてじゃあ整形外科ですみたいな感じで言うとちょっと裏に回らせていただきますけれども、あ、なるほど、ここで整形なのか皮膚なのかっていうのが出てきますけれども、整形なので整形を受付で登録するような感じなんですね、はいはい、でこんな感じでシートが出てきたんですけれど、これ2つはどのように使ってらっしゃるんでしょうか。はい、あの1枚は患者様の方にお渡しさせていただいてます、はいはい、で1枚はクリニックの控えとしてカルテと一緒に回すような形を取らせてもらってます、うん、なるほど、はい、まあ、これはよくある、まあ、パターンといいますか、じゃあ、はい、患者さんはこれを持って70番の方みたいな形で診察室に呼ばれたりするようになっていくということなんですね。はい、その通りです。で今ちょっと白く消してますけど、本来ここにその方の名前がこう書いてある形で間違えづらくしているというところですね。はい、そうです、はい、で事務長、これが入る前はどんなオペレーションだった感じですかね。診察券をお持ちいただきまして、はい、ちょっと私がもう患者のようになりますけど、ここに並ぶのは変わらないってことですね、はいはい、変わりません。で診察券を渡して、はい、いただきまして、はい、でそれを一旦お預かりをして、はい、で順番にトレイの方に並べまして、はい、でもう一人こちらにチェックインをする作業をする者がおりますので、はい、その者が一人ずつその診察券を元にチェックインの作業を、はい、チェックイン担当がいらっしゃったんですね、はいはい、なるほど。でその人がチェックインをしたら、はい、まあ、番号が出てくる、出てくる、はいはい、で番号が出てきて、で先ほどと同じような形で紙を渡しするという形なんですけれども、はいはい、LINE 診察券でしたら QR コードをかざしていただいたら、はい、もうすぐにこちらの予約受付番号が出てくるんですけれども、はい、紙のカードの診察券の時はこちらで一旦お預かりをして、うん、手動でチェックインをして、で確認作業をして紙が出てきたらもう一度お呼びしてお渡しをしてたんです。あ、なるほど、はい、そこでまた診察券を返すって作業が、その時は診察券を返せずに診察券を一旦お預かりをして、お会計までお預かりしますので、そうですね、はい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 、でこの紙の受付番号表をもう一度お呼びしてお渡しするという形だったんです、はい、手動でやっぱりチェックインするときにある程度やっぱり時間がかかってしまうっていうことだったんですね。そうですね、はい、どうなんですかね、体感的にどのくらい番号を渡すまで縮まった感じですかね。先ほども現場のものにヒアリングしたんですけれども、はいはいはい、だいたい5分から10分ぐらいお一人、5分から10分、はいはいはい、1日105午前の1コマだけでも150人ほどなるほど、はい、患者さんもいらっしゃいますので、もう順番に受付をして、はい、で問診票を渡しして、はい、でどん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 診察券が溜まっていく状況ですので、はい、うんうんうん、診察券出していただいて、でこちらの受付の番号表をお渡しするまでには5分から10分ぐらい
お待たせしてたような状況なんです。なるほど、はい、そうするとそれぐらい来ると結構患者さんここら辺に滞留するような感じだったですかね。はい、もうおっしゃる通りです。もうこの紙の番号がないと番号でお呼び出しでされないので、どうしても受付のところに私まだ紙もらってないんですけどとかなるほど、はい、っていうようなお問い合わせをいただいたり、この受付の周りのところにたくさん人が溢れる状態になって、はい、いらっしゃる状況で、はい、で今度チェックインするまでの時間がかかりますから、はい、もうこちら先頭にあちらの入り口のところを出たところまで患者さんが出たところまあまあこれありますけどどうですかね、体感20はないけど10メートルぐらいに老若男女、はい、体調の良い人から悪い人まで、はい、まあほぼあんまり良くない人だと思いますけど、ここにずらっとこう列ができてたっていうことなんですね。はい、並んでいただいてました。いや逆にそれでよくたくさんクレームにならないなっていうくらいだったのかなと思うんですけれども、はい、じゃあ今はそれほど列にならない感じ。そうですね、本当にもう患者様も半年も経てば慣れてきますので、はい、もういらっしゃる前に携帯を出して、うん、で今日もあの入り口のところで小さなお子様ベビーカーに乗せたお母様だったんですけれども、うんはい、入り口のところでもうスマートフォンカバンから出してで準備をして、でもうここにスーッと向かってピッとチェックインしてさっと受付されてましたから、はいはい、あやはり導入してよかったなと今日もちょうど思ってたところだったんです、うん、なるほど、はい、まあ、それを聞くと確かによかったなというか患者さんにとっても全然メリットがありますよね。はい、はい、ありがとうございます、はい、今デモンストレーション見させていただいたんですけれども結構まあ効率化したというか劇的にもしかしたら変わったんじゃないかなという感じはしたんですけれども、ちょっとそのいきさつのところから聞いていきますね、はい、まず、まあ、もちろん患者さん300人もいらっしゃるということだったので、まあ、何かしら効率化しなきゃなっていうニーズはあったんだと思うんですけれども、そこでやっぱり受付周りから始めようという感じだったですかね。そうですね、まずたくさんの患者様お越しいただくようになりまして、待ち時間がかなり出てるっていうことと、はいはい、あと先ほどねあのデモンストレーションでもご説明させていただいた通り、はい、やはりそのチェックイン、うん、お越しいただいてから診察券出してでそこから自分の番号をもらうっていうところまでがすごく時間がかかってまして、はい、やはりそれに対してのご意見がとっても多かったっていうのが、はい、この LINE 診察券を入れようと、うんうん、あの決めたきっかけではあります。なるほど、はい、じゃあもう LINE で診察券にしたら効率化するなみたいなところは事務長の頭の中にはもうあったっていうことなんですかね。ありましたね。なるほど、はい、じゃあいざ導入しようっていう時にちょっと事前にお話を伺っているところだとあるあるかもしれないんですけれども、はい、スッと導入ってわけではなかったっていうことなんですよね。はい、もうおっしゃる通りです、はい、患者様が本当にたくさんお越しになるようになって受付スタッフも、はい、もうてんやわんやしてるような、はい、状況だったんですね、で受付の一番先頭のところから、はい、本当に入り口の外まで並ぶような状況でして、これは何とかしないといけないなと、うん、で私自身も実際受付のところには入りまして、はいはい、患者様のお声だったり動線だったり、まあ、全て確認しまして、やっぱり診察券をこうカードで管理するっていうところが、はい、もうあっちやこっちや診察券が動いてるような状況 で患者様から もうたくさんこう声かけを、まだ受付終わってないですか、はい、私の番号いつもらえますか、はいはい、もう番号出てるんですけど私何番なんですかっていうようなお声を私も実際受けましてね、はいはい、これの対応がもうとっても大変でしたので、あもうこれ診察券をこう発行しなくなったらまずそこが一つ改善になるかな、はい、情報の発信っていうところにもつながるかなと、うん、あなるほど、 LINE を使えば、はい、それに登録している人に発信もできるかなっていうところだったわけなんですね。そうですね、はいはい、ただやっぱり受付はてんやわんやの中なんか仕事増やそうとしてるみたいな雰囲気に多分なったんじゃないかなとは思うんですけれども、そこはどうやって突破していった感じだったんですかね。もう強行突破に近かったと思います。強行だったんですね。はい、ただあのやはり共感するスタッフもおりましたので、はい、あの LINE っていう、こう馴染みがね、確かに皆さんも馴染んでますから、はい、スタッフも、はい、一人一人にもやっぱりこう現場のスタッフに直接こういうのを入れていくよっていうのは説明をしまして、うんうん、過去になるスタッフにはもう全員に周知をしま、うんうん、しました、はい、全体で最終的には業者さんも含めて打ち合わせの場を任せていただいて、はいはい、でその時にもやはり反対意見が出ました。あなるほど、はい、そういうもうほぼキックオフみたいなミーティング、まあ、説明会の時も、はい、
っぱり反対される方がいらっしゃって、はいはい、でももう強行突破っていう、はい、まあ、ただ、まあ、これは仕事を増やすというよりも効率化するっていうところがメインだったわけですから、そういった意味ではすごくこう成果は出たのかなと思ったんですけれども、はい、じゃあこの日からやりますってなった時から慣れるまでって実際どれくらいかかった感じですかね。そうですね、最初は本当にこんなもの入れてどうするんですかっていうような意見も、はい、もちろんドクターサイドからも出ました。なるほど、はい、もう輪をかけててんやわんやみたいな状況にやっぱり見えてしまいますから、慣れないものを入れてますし、もう余計に時間がかかってるんじゃないかっていう意見ももちろんいただきました、はいはい、まあ、それでも慣れるのは意外と早かったと思います。なるほど、1ヶ月2ヶ月ぐらい経てば、はい、もうすっともう通常の、はい、まあ、流れの中に組み込まれたようになったっていう感じなんですね。そうですね、はい、だいたい1月ぐらいをめどに私も考えてはいたんです、うんうんうん、だいたい患者様再来の時って1ヶ月かかるかかからないかぐらいで来られますから、はい、そこでこうたくさんの方に最初の1ヶ月でもう全ての患者様にご案内をして、で LINE に切り替えていただいて、はいはい、で次2ヶ月目からはチェックインをしていただく、はい、でそうなった時にじゃあもう中でどういうふうな管理をしていくかっていうのは、うんうん、導入をしてしまえば意外と慣れるのはあのスタッフ自身も早かったと思います、はいはい、なるほど。そうすると今、まあ、1ヶ月で一巡するっていうのを見越して、はい、まあ、1ヶ月かけてということだったんですけれども、まあ、言ってもこっち側だけじゃなくて患者さんサイドの協力がないとこれできないことなんですけれども、はい、先ほどお伺いしたらもうほぼ9割ぐらいの方がもう使ってらっしゃるということで、やっぱりその普及その1ヶ月の中ぐらいでやろうとしたら結構な努力をされたんじゃないかなと思うんですけど、どんなことで入れてもらった感じですかね、はい、そうですね、たくさんの患者様の中には高齢者の方も圧倒的にうちには多くてですね、うん、はい、そういう方をどういうふうにオペレーションしていくかっていうのがまず課題だったんです、はい、でそのためには受付のスタッフ以外のスタッフもこの1ヶ月はこの受付のところにもう集約させて、うん、はいはい、もううちあの受付がとても広いんですね、はいはいはい、ですので3カ所スタッフを配置して LINE スタッフみたいなのが3カ所配置して、はいはいはい、もうどんどんチェンジしてもらうための案内をもうひたすらされてたという感じなんですね、はいはい、そうです、もう声かけをして、ただお声かけするだけではなかなか登録まで至らない患者様も多いもので、はい、受付のところでまずご案内を渡す、でその後にお困りの方いらっしゃればお声かけいただければ手伝いさせていただきますという形でお声かけをどんどんしていって、はい、最後にお会計する時には診察券を渡さずにお帰りいただくというところはもう徹底させていただきました。診察券はもう返さないで、はい、もう LINE にしないと、はいはい、帰れませんぐらいな感じの勢いでもう導入を進められたっていう感じなんですね、はい、なるほど。それもどういうふうにすれば LINE の診察券をにスムーズに患者様に移行していただけるかっていうところを、はい、まあ、もうチームで考えまして、はいはい、でもう最後診察券もう返さない、もうこっちで破棄してしまうっていう形でさせていただきました、はいはい、まあ、なかなかその決断が勇気がいった決断だったとは思うんですけれども、でそれをまあ1ヶ月、まあ、もしかしたら1ヶ月ちょいかもしれないんですけれども、そのぐらいかけて導入をされていったということ で今はもう5000人くらいもう LINE にも登録されている状態だということなんですけれども、はい、事前にお伺いしたところだと結構その情報配信、 LINE の公式サイトからの情報配信も結構役に立ってるということを聞いたんですけれども、はいはい、例えばどういった情報配信をされるような形だったんでしょうか。そうですね、ちょうど LINE 診察券を導入した時期が8月で、はい、あの夏の大型台風が、うん、あの接近したりとかということで、はいはい、やはりあのスタッフも通勤ができなかったり、ドクターもやっぱり通勤できなかったりっていうところで急に休診になる場合があったんです、うんうんうん、はい、その場合にこうスムーズにあの連絡ができるっていうところもメリットで、はい、なるほど。じゃあ今までは連絡しなかったんで、はい、もう来たけどなんだ休みじゃないかみたいなのも結構あったっていう印象なんですか。たくさんご意見いただきました。なるほどなるほど、はい、
それがもういわばかかりつけの方5000人に一斉にこう連絡ができる体制になったというところだったんですね。はいはい、もうおっしゃる通りで、今のうち発熱外来もまださせていただいておりますので、うん、はいはい、ただこれもたくさんの患者様がいらっしゃいまして、はい、もう全員を受付時間に見させていただくというところが難しくてですね、はいはい、ですので、もうこの人数で本日は発熱外来診療ストップさせていただきましたっていうのも、はい、LINE でお友達登録いただければ、うんうん、案内すぐ流れますので、はい、これは患者様にとっても本当にメリットは大きかったと思います。はい、なるほど、はい、ただ逆にその案内を送りすぎると案内を受けなくなる、ブロックされるみたいな恐れもあるかなと思うんですけれども、深澤さんの中でどれくらいのお知らせの数、例えば月に何回みたいなのがあればがちょうどいい案内の数だなと思われますか？そうですね、だいたい月に2回から3回程度がベースかなと思っています。はい、その月に 2回から3回ぐらい のペースのご案内は、うちで新しく始めたことであったりとか、発熱外来を今何曜日と何曜日にしてますっていうお知らせだったりとか、であと自費の点滴なんかもうちたくさんいろいろ始めてますので、はいはい、そういったアナウンスは月2回から3回発信しましょうと。でそれ以外のイレギュラーなこと、うん、先ほど申し上げました台風で休止になりますとか、はいはいはい、これはもう随時送っていけたらいいかなと思っております。はい、今まあ自費のお話もあったんですけれども、はい、やっぱり流すとちょっとこれやりたいっていう方も出てくるような感じなんですか？そうですね、お問い合わせはいただくようになったと思います。はい、なるほど。そうするとまあ今までなかったニーズを患者さん、しかも既存の患者さんからこう引き起こせるっていう感じになったかと思うんですけれども、はい、まあ、今お伺いしたのは LINE の公式サイトでまあ情報発信をする、でそこから診察券が出るから、それで受付周りの効率化をするというところで、まあ、結構劇的にその LINE を入れたという、まあ、状況だけですけれども、どうでしょう高田さん、今後もっとなんかキーンで改善したいところとか、こんなの入れてみたいなっていうのがあったら、ちょっと最後に聞いてみたいなと思うんですけれども。そうですね、今やはりうちに足りないのは会計のところの効率化だと思っておりまして、はいはい、正直その LINE 診察券の導入の時には自動精算機も合わせて導入を考えていたんですが、ただ今お金のやり取りっていうところよりは、お金のやり取りなくクレジット決済なので登録して、もう会計の処理は全くクリニックでしないっていうようなシステムを導入したいなとは思っております。なるほど、はい、多分あれですよね、高田さんの中に一気にその会計までっていうのは最初にあったんだと思うんですけど、まず最初の受付で、それから今だいたい落ち着いたので今度は会計に取り掛かろうかなみたいな感じで動こうとされてるっていう感じですね。はい、おっしゃる通りです。じゃあ今度は会計も効率化したら、またちょっとお邪魔していろいろ聞ければというふうに思います。で今日はですね、U メディカルクリニックさんにお邪魔をいたしました。高田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとまとめていきますね。まず導入にあたっては、やっぱり職員さんから本当にそれ入れるの？というようなところがあったということですね。気持ちはすごくわかりますというか、もう混雑っぷりが結構半端なかったというところで、まあ事務長さんとしてはやっぱりそこにメスを入れないともう自利品になってしまうような感覚はあったんだなというふうに思います。ただ実際こう中に入っている人としたら、もう今アップアップなのに新しくて効率化するっていうのはよくわかるけれども、ここもうちょっと入れんのどうかなみたいな感じで思われてたのを、やや強行突破のような形で、まあ、診察券を入れたと。でもですね、事務長としてはやっぱり確信はあったんだと思います。ここを効率化することで、ここを1分2分縮めることで受付も楽になるよねっていう確信があったんじゃないかなというふうに思います。で実際入れるとなったら、ここもちょっと力技が発揮されてまして、もうほぼ強制的に患者さんは LINE の診察券に移っていただいたと。でも強制的に明日からとかじゃなくて、ちゃんとこう人を配置したりとか、そういったところをしっかりこう行った上で、導入に1ヶ月ぐらいかけて計画的にやったというところですね。である程度導入が進んだら、今度は LINE を使って今までできなかったような患者さんへの積極的なこうメッセージの配信をしたというところですね。ただもちろん配信しすぎるとですね、ブロックをされてしまいますので、そのブロック
ックを患者さんの満足度をこう下げないような形の情報配信、こちらもですねいろいろこう試行錯誤されてまして、今は月にですね 1,2,3 回ぐらいをお送りしているような形ですね。でこちらのクリニックさん、ブロック率は一桁台数パーセントということで聞いております。でそれがいいのか悪いのかですと、積極的に情報配信を行っているような LINE の公式のアカウントですけれども、よくて 20% ぐらいのブロック率なんです。ですから一桁台というのは非常に高成績じゃないかなとも言えます。でそこからですね、患者さんアンケートを取ったりですとか、そういったところもこうできるようになってまして、で今回ですね LINE 診察券のシステムをご提供しているホープさんにどういう情報配信が効率的なのかを聞いたところ、ホープさんもですねいろんなお客さんのデータをこう持ってますので、やっぱり最適解っていうのをある程度こう分析されているみたいでして、基本的には大事なお知らせのほか1回程度のお知らせであれば患者さん満足度を崩すことなく医院からの情報発信ができる、むしろどういう情報が欲しいかというアンケートも取ってるみたいで、全く欲しくないというよりはですね、実は1回2回ぐらい例えば院長先生であったりそういう人の情報は欲しいんだという人が圧倒的に多かったというところもございました。で、LINE の公式サイトを使った患者アンケートもできるんですけれども、大体ですね、2割程度ぐらいこう返ってくるような印象だということなんですね。で、例えばですけど、先ほどの U メディカルさんだと5000人登録されてますので、その2割というと1000人です。2割って聞くと少なそうですけど、1000って聞くと、おお、なかなかのボリュームだなと。逆にですね、これまでアンケートで聞けなかったニーズを聞いたりですとか、まあ、そういったところで必要の幅は広がるんじゃないかなというふうに思います。もちろんですね、ウェブ上のツールというのはホームページというのもありますけれども、つながりを持たせたところっていうのはやっぱり SNS 的なものが強いはずですので、やっぱり今の時代ですと LINE ということになりそうなんですけれども、これをですねちゃんと委員系に活かしてさらに効率化まで持っていくというのは非常にですね有効な手段じゃないかなというふうに思います。で今後もですねこんな形でしっかりこうデジタルをうまく使った効率化というのをこのチャンネルでも取り上げていきたいなというふうに思いますので、チャンネル登録としていただいてですね引き続きウォッチしていただければと思います。それではまた次回。